東京ゲラゲラジオ。さあ、この番組はですね、何でもゲラゲラになってしまう宇宙人、ゲラゲラ星人と、はい、地球人の友達フジタ、はい、そうです、毎週火曜日、はい、10時からの YouTube ラジオでございます。はい、はい、ありがとうございます。そんな相槌なんてラジオに早速生放送をやめないと。ちょ、やめてるわけだよ。あ、そう。じゃやめてるわけじゃなくて、まあ、できるだけ、あの、皆さん火曜日で覚えてらっしゃるので。覚えてるか覚えてるかもおかしいやん。いや、なんか急に、うん、まあまあ、ほんまのこと言ったら今日は月曜日、月曜の今で収録して、その細かくその言わんでいいけど、うん、はい、できるだけ生放送するやったら火曜日にしたい。もう、うん、火曜日の皆さんのルーティーンで。そうやね。組み込んでもらおう。生活の一部なんで、はい、ちょっと、はい、今週、来週はちょっと収録の方で、はい、お願いします。させていただきます。あ、来週もね。あ、来週も収録、うん、OK。 忙しそうね。うん、どう、なんか忙しそうやな、じゃあ。いや、終わった。あ、もう終わった、こっちの作業終わりました。 あ、これ映ってない。映ってない。あ、これ映ってる、うん、あ、なるほど。はい、ちょ、エンコードしてるやん、なんか。普段のね、この作業終わったらもうすぐに、うん、あなたの会話をシャットダウンするんで。え、なんで？こっちをシャットダウン、うん、こっちをシャットダウンする、うん、こっちをシャットダウンする。あ、送らなかった、送らな。いや、めっちゃ忙しそう。いや、どうぞ、何ですか、今日は。こっちは、ま、負けれへん。こっち30分ぐらい決まってるから。M1 グランプリに出てきました、うん、あ、出てきたの。はい、ウキウキウキと、うん、おー、ユニットをね、何個かめっちゃ出て、もうユニットでめっちゃ忙しくて、あ、ネタ合わせとかもして、でウキウキウキっていう同期と出てきたんですよ、うん、あの、俺らの同期な、はい、東京同期ね、東京の同期、うん、元ピケかな、ピケっていうコンビだったり、うん、あの、トリオのリンダリンダとか、トリオのやったっけ、やってたよな、やってたよな、マイチェルシーかな。あ、マイチェルシー、ああ、水戸さんとやってたんか、うん、とかやってた。ウキウキウキにちょっと出えへんって言われて、うん、まあちょっと M1 の漫才をしたいから、うんうん、でほぼ毎日もウキウキウキとネタ合わせして、うん、結構、まあなんか他のユニットも出てるんやけど、うん、なんていうの、もうそんな一番練習してるから、ウキウキウキ。そう、ここを、うん、こういう、どういうとか、はいはいはい、一語一句きっちりしたい。へぇ、気まじめ、ウキウキウキ。そうなんだ、気まじめから、もうちょっと強くとか、そうそうそう、どうもいい形して、で、M1 一回落ちました。あら。めっちゃ練習したのに。いや、まあそういうもんや。え、受けもそんな悪くなかった。あ、そうてるけど、まあ、P グループで、P、もう A から始まって、1日 P グループで、最後の方でお客さん全然おらんし、あ、そうなんや、うん、まあ、疲れてたんかな、もう受けてる、グループの中では受けてる方やなと思ってるけど、落ちました、落ちました。これが、初陣？そうね。初陣？初陣？初陣。うん、初陣って。はい。いやいや、使う。そんなはずよ。ウイジンやな、一応 M1 の空気を感じ、あ、でもまあ感じてたら感じたけど、余計次受けるやつは怖くなってきて。あ、そう、そう、あと何組で受けるよって。3、4とか浮上も入ってる。うん、でもマジでちょっとやらない。わかったわかった。あ、うん、今からエントリーしたら9月ぐらいアリアでもほんまに、うん、そうそう、で、うん、どうでしょう。いや、なんかもうインストールできるなじゃない。片手間やな。いや、今日片手間でも大丈夫っていうお墨付きやから。誰が？あなたの。言うわけ。あら。漫才を浴びたいって言ってたもんな。浴びたいって言ってたよ。
まあいいや、夏のね、最初。で、うん、元コマンダンテの石井さんの YouTube で、うん、はい、更新されてるね。見た？まだ見てないけど、1回目が更新されたっていう。そう、相方募集をしてて、うんうん、そう。それで、その YouTube 企画として、はいはい、もう一般の人、誰でもいいですみたいな、うん、カフェに来てください、石井さんカフェやってるから、うん、僕とユニットで、まあ、あの出てもいいという方は来てくださいみたいな感じで、うん、漫才浴びたいから、はいはいはい、行ってきた。行ってきた。行ってきた。すごい人数おったって言ってたな。びっくりした。カフェ行ったら、カフェは何人ぐらい入れるカフェなの？本来は20でもパンパンなんちゃうかな。ああ、そう。え、この、うん、まあそれ、聞いてる人は分かんないかもしれないですけど、うん、この本社の一室ぐらい。スペースが。まあ、20人ぐらい。これよりもそんなにか。まあ、席とか調理場とかあんまあんまなサラミやん。そこに50人ぐらい使って。50人？もうきっちりもう前に転車やけど。マジで？俺立ちやん。カバン前にして。それ来た順に座れんの？そう、来た順に。ああ、そうなんだ。じゃあ立ちってことは結構遅く行っちゃったの？遅く行った。もうギリギリ。あ、ギリギリ。そういうとこあるな。そういうとこある。前もって来てたよ。ああ、そう。けど、まあ、この宇宙人。だから、うん、宇宙人が一番最初に言ったことないおもろいかおもろいか、うん、まあ、後ろの方とか、うん、なるほど、カバンも前にして、前にしてマジの前にでしょ、でもさ、それってケラケラ星人じゃなくて人間の体で出たいですっていう、そう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 、そう、そう、じゃあケラケラ星人の格好していって正解だった、そうや、いい質問ですね、いい質問いや、いい質問でっていうか、まあ、そう、うんうん、最初はもう普通の学校で、うん、もうちゃんと石井さんと漫才したいですって思ってるから、うん、それで行ったけど、うん、あまりにも人が多くて、うんうん、で、芸人もそんなおらんかった、5分の1ぐらい、芸人5分の1、うん、芸人、経験者、うん、50人いたら10人ぐらい、やったから、ちょっと、なんていう、俺のもサービス精神というか、うん、楽しませようモードになっちゃった、この盛り上げ用の方に行っちゃった50人の前で、うん、そのジョーク言ったりとか、ジョークギャグ言ったりとか、うん、だからそっちの方法のスイッチにしちゃう、あ、それで来て、なるほどね、ドキュメンタリーっていうよりかは、うん、逆にそういうのが良かったりもするんじゃない？いや、どうかな、でも、まあ、見てほしいんですけど、うん、石井さんの YouTube で、はい、50分の15で一応選ばれて次のステージに行くみたいな感じで次の分も取ってきました。50分の15ってことは、うん、もう3分の1以内の入ったんやね。そう。で、石井さんがやっぱ一般の人でもほんまに誰でも OK ですって言ったから、うん、ほんまにやったことないですけど、うん、芸人さんとか漫才やるのがちょっと夢なんで、うん、あのやりたいですっていう人が多くて、もう飛行機を乗り継ぎしてきました、へー、すごい、もうキャリーに、うんうん、来た人もいてんけど、それかわいそうなのが、その、うん、ちょっと距離遠い人はネタ合わせもあんまりできないからちょっと音すみませんって落とされてた。じゃあめっちゃかわいそうや。言ったれよ、石井さんそれ。募集の時に。募集の時に言ったれよ。全員キャリーバッグ持ってる人落とされて。ハケイ持ってる。ケース持ってたのも落とされた。ドレスコードや。逆。逆ドレスコード。落とされてた。あ、そうなんだ。うん、でもそれぐらいになんか人生変えたいですとか。っていう人多かった、本気やってない、みんな本気で、めっちゃなんか変な空気、うーん、俺この格好してるからなんかガヤとか入れてボケていいやみたいな空気になったけど、うん、もう多分俺もなんかったと思う、ね、もっとピリッとする、それ見たかった人はちょっと、まあそうだね、でもまあピリッとしたら下で楽しいよ、見てる方も、そうね、うん、そう、オーディション番組みたいな、そうそう、ほんまにバチェラーみたいな、で、あの選ばれた人は、うん、バラの代わりに、うん、
はい、審査公演好きやから公演の目を渡されるみたいな、はい、なるほどね。そうバチェラーに出た気持ちが分かるというか、うん、あ俺ももちろん石井さんとやりたいという気持ちで言ってるけど、うん、まあなんていう気持ち半分というか他にもユニット出るし、うん、こう石井さんと組めないと終わるんですみたいなその切羽詰まった感じではない、うん、けどもう15人に選ばれたってなったら、うん、石井さんに選ばれた、選ばれた、次も選ばれたい、うん、ってなって、で、去っていった人たちよりそのこの15人の中でも絆が生まれ、はいはいはい、はい、仲間、仲間にバチェラーみたいな、ほんまにバチェラーが座ってたからみんな泣いていくし、うんうん、感情移入してまうんや、絶対選ばれバチェラーも絶対そのなんかまあ自分のことを売りたいとかって言って応募して来たけど、そう気になっちゃうみたいな、俺こんな石井さんのこと好きやったよ石井さんに選ばれたいって思ってきちゃうんだ、どんどん芽生えてっていうから、そこをちょっとね見てほしいですよね。これどういうだって3時間くらい撮ったのこの3時間50人がアピールタイプするの、3時間くらい撮ったんじゃん、3時間経ちで確かに絶対選ばれたいと思うわな、うん、合コンも3-3でやるよ、うん、例えば、うん、そしたらこの中で誰かって勝手にのことになる、あ3人のうち良かったら、うん、もうよく見える、その人の女の子がどっちもどっちも男性も女性もそういう本能らしい、このもう囲いができたら、そう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 、空間でってことか、本の中で選ばなくても自然になって、その人のことが魅力的に見えてくる、うん、そうなの、そう、でも石井さん、まあそのね、囲いなかったのは組みたいと思ったけど、うん、さらにというかこんなに俺の中に石井さんがいるんだ芽生えた、うん、石井さんもちょっと感極まってた、あこんだけ確かにそういうことみたいな人がいてくれるんやみたいな、いやでもそう思うかもしれない、うん、そうだすごいやりにくかったと思う逆にそういうのやってみたいと思うかも集まるか嫌なツッコミ一般の人より俺と組みたいと言い方ぜひ泉行ったママを入れてもらった泉行ったママまで来てください、泉行ったママに行ったとしても徒歩20分やから俺の家50人入ったら多分そこ抜ける階段がそこ抜けるよ部屋の階段が部屋まで行かないよいや、50人集まるすごいよ、50人は、まあ、ある意味人望、うん、だって大阪の実績、うん、大阪 NCA の候補とかも受けてた、あ、そうなんだ、うん、そう、それに参加してる、その M1 でね、石井さんと出ることもあると思いますんで、うんうんうん、はい、それもチェックしてほしいですけど、はい、ウキウキウキとかネタ合わせしてたから、うんうんうん、まあ、ネタ合わせしたらめっちゃいろんな話するやん、そうやな、キュキュキュのギャップ知ってる、まあ、まあ何個かは知ってるけど、代表作、代表作、うん、え、何やろ、ヤトゥーってのが、あーヤトゥーってのが、いろんな人にオマージュされてるあれな、はいはいはい、いやそれの、うん、あの愚痴というか愚痴、まあ、話をめっちゃ聞いてた、やったん愚痴めっちゃいいよ、ヤトゥーっていうギャップ使いやすいよな、で、一回ライブで、うん、いろんな芸人が出てる中でギャグシェアリング、はいはいはい、そのギャグをシェアしませんかみたいな、うん、ギャグのライブに出てあって、うん、ほんで、まあ、インディアンスの田辺さんとはい、はい、もう出てて、うん、そのライブに、うん、ほんで、そのライブ終わった後にほんまにあのギャグやなみたいな、うん、やらしてやみたいな流れになったって、うん、で、ウキウキウキは、うん、なんていう、その沼津最高とか、うん、みんなやるやん、うん、沼津最高って結構、うん、M1 のなんか、うん、隙間でやったりとか、うん、
そのギャグをやってる沼津の顔が宣伝写真がパッて出てくる、はい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 、なんかギャグのやり方かなと思って、うん、全然いいですよって田渕さんに言ったら、うん、田渕さんがめっちゃやるって、もう単品でどこでもやる、単品でどこでもやる、はい、もうこれだいぶ5、6年前の話、うん、でウキウキウキからしたら、うん、あれ、なんか思ってたんですか、俺が言っちゃうな第二次仕様が、うん、で、細かく言うとやり方もちょっとちゃうらしい、はい、やってーらしい、はい、ゲームゲームけど、たぶんさんはやってちょっとアレンジ聞いてそう、アレンジ聞いてて、うん、もう完全にあのウキウキウキのギャグというかは田渕さんのギャグみたいなこの前もアメトークのなんか、はい、おつまみドラフトみたいなで使われたりして、うん、とかして、やっと一人歩きしてる、一人歩きしてて、なんだ俺がなんかパクリみたいな感じになってるみたいななるほど、 それの愚痴をめっちゃ出すのためにそれ M1 では実際やったの、いや M1 っていやでももうやれへんって言ってた、ああなるほど、そうパクリみたいになっちゃうから、そうそうそうパクリみたいになっちゃうし、うん、それの愚痴も言ってるのも田渕さんに届いちゃって、うん、もうなんかウキウキウキがなんか嬉しそう、あ悲しそうにしてるから、完全間違いこれも逆、うん、もうなんかあんまりよく思ってないからもうやらんとこわって、うん、ライブ中に言われて、うん、でいやいややっていいっすよみたいな、うん、ライブ中になって結局やっていいってなってもなんか今ぐちゃぐちゃなぐちゃぐちゃになってる今使用権がどこあるか分からへん、そうもうやっていいよって2回くらい言っちゃってるウキウキウキを、うんうんうん、から結局タブさんはもうあの時もやってるしやってるんやけど、ほんまは返してほしいギャグをギャグってな返されたところでもう使わないゲラ戦のギャグはゲラルゲラル、それ更新した最近更新新作、なんかないの、かわいいギャグ、かわいいギャグ、うん、宇宙ってそれですそのトーンで言う宇宙で、これはでも浜さんとラジオをしだして浜さん、まあ浜さんのノリで、はい、浜さんが宇宙って言ったら俺が宇宙って言うっていうだけでそう、なんか俺が誰かの質問聞かれて喋ってる時に浜さんが宇宙って言ったら宇宙って言ってこっちの話やろみたいな、あーなるほど、ノリみたいな、さす使い勝手ですよ、でも俺から発動したことある、発動待ちか、発動待ち、これはでも最初の方とかラジオでめっちゃやるやん、ね、そしたらリスナーの人にクッキーさんの宇宙っていうのがあるんで、それのパクリじゃないですかみたいな、結構言われた、確かに、うん、なんかでもトーンが違う、クッキーさんの宇宙抜けらしたの宇宙いやし、俺から言ってないから一回も俺から言ってないから、でもゲラシの宇宙の方はなんか宇宙の真理に近いやつ、何やつ気がするでも逆作ろうっていうか感覚はあんまないと、うん、ギラルが万能、ギラル万能な、確かに、そうだからこのウキウキウキの話も、まあ、田渕さんが悪いわけじゃなくて、もうなんていう、2人で何回もお返ししてシェアしようとかも行き違いで、なるほど、本当はウキウキはちょっとやあれみたいな返しもやもやがあるみたいな、でとどめでキムさんに、うん、もうあのギャグでやらん方がええで言われたらしい、何がこいつって言われてキムさんにめっちゃキレてる言うていいのいやでもまあこれは結構有名な話なんですよ、だからこれを、俺はニューヨークの、うんうん、ニューラジオ、ニューヨークに行ってこの YouTube で、うん、なんかドキュメント
メンタリー毎年なんか撮ってるやん。はいはい、俺はキュウキュウキュウと田渕さんのこのギャグ問題を取り上げてほしい。そんな迫れるかな。掘られへんかな。掘れるんかな。いや分からん。でもまあニューヨークの同期ですさ、うん、このみんながモヤモヤしてる、うん、ちょっと知ってる事件になるやん。うーん、なるほど。それぐらいちょっと固いにしてると キュウキュウキュウ。ギラセでもうなんかないそこに関われるような、一丁紙できるような、なんか一丁紙セコンド、セコンド、セコンド、いや弱すぎる。タブさんのも、タブさんのも好きやし。ああ、うーん、なんかモヤモヤしてることはない？ひどいな。モヤモヤ、ほんまさ、もう宮古島から帰ってきて、うん、毎日芸人やって、うん、こういうお笑いの話するとか、うん、ほんまに幸せやね。はあ、そんなになかった。それと悪いっていうわけじゃないけど、うん、なんか宮古島行く前は、うん、当たり前っていうか、うん、さ帰ってきたらこんなになんかお笑いっていうか、うん、触れられるのが、うん、ほんまに幸せやなって。お笑い好きやんな。お笑い好きっていうか、もう何なのかな、分からんけど、真逆か、もやもやな。じゃあ毎日めっちゃ思う。だからそう、浜さんの中でもドリアンズさん、うん、ドリアンズの大輝さん、つみさんって言うんだけど、うん、もうめっちゃ、怒ってくださるというか、うん、生活態度とかもう全部、芸人としてを教えてくれる、うん、いっぱい、もうノリがあれこう言ってよかったやろうとか、そんなとかも、うん、言われた時はなんやねんと思うけど、なんか思うけど、うん、その、このめっちゃボロクソ言われればもうありがたい、うん、めっちゃもうお時間です。お時間が近づいてまいりました。上司に言われた、うん、来週テーマ、上司に言われた、うん、許せないパワハラとかする一言、一言、許せなかった体験。ああ、上司にされたら許せなかった体験。あなたの身の回りの、あなたの身の回りの許せない、許せない、いや広く体験、広く取ったね。生まれてきて生まれてきて、だいぶシンプルだって結果許せないことは許せない。上司ってくくらんと、なんかもう嫌な気持ちになったこと、上司なしめっちゃ広いじゃん。上司おらんと思うじゃん。まあ、そう、会社で、まあ、とりあえずなんかもうみんなのストレスを受け止めたい。いややな。なんで？もうそれ持ってかれるタイプ。そんなことない。じゃあみんなのストレスを受け止めたい。俺でしょ。みんなのストレス。広いな。確かにです。じゃあちょっとまた、はい、みんなのストレス、みんなのストレス、はい、今のストレス、みんなの今のストレ ストレス、はい、募集しますんで、はい、受け止めたいと思います。ということで、また来週お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。